どうも皆さん、こんにちは。5、6ヶ月前ですかね、歯医者に行った時の話をさせていただきます。まずはですね、口内炎ができたんですよね。場所がですね、右頬の上、右奥歯と頬が接触するところにですね、口内炎ができまして、パッチタイプの口内炎の薬というか、シールを買ってきて、まあ、貼ったわけですよ、ピンセットで。 で、その後ですね、どんな感じかと、こう指で触ったんですよね、パッチを。そしたら、ザリッと音がするんですよ。ザリッいや、そんな音が出る期間はここにはないぞと。あれと <laughs>。で、まあ、もう一回指入れると、やっぱりザリッてするんですよね、間違いなく。おかしいぞということで、まあ、指を裏側して、まあ、腹側で歯を触ったらですね、がっつり穴開いてるんですよ。 穴が開いて、歯がボロボロになってるから、そのボロボロのところに爪が当たってザリザリするんですよ。もうね、青白くなりましたね。これはもう確実に異常事態だと。ちょっと穴が開いてるかもしれないとか、そういうレベルを超えてて、もう完全にもう100%虫歯だということで、もう慌めちゃって、もう次の日、もう朝、病院が始まった時間に電話しました。その日のですね、えー、午前 中の最後だから、まあ、お昼休みの時間にですね、まあ、入れてくれるっていうことで予約が取れたんですよ当日ね。でまあ今思うとですね、まあ、ちょっと話はずれるんですけどこの歯医者さんって多分セオリーがあってその休館というか、えー、急ぎの患者さんはとにかく 当日入入れれれららるるんんだっったら入れた方ががいいっていいてうのがあるんじゃないかなかとというのも、まあ、そこでですね、えー、予約が埋まってるんでって後回しにしちゃったらもうそのお客さん他の歯医者さん行っちゃうじゃないですかだからもうとにかくお客さん入れちゃえば、まあ、そこから通院が始まるわけですよね、まあ、だからそんなセオリーがあるんじゃないかなと逆にそれをやってないところがあるんだとしたらその初診休館の初診はもうとにかく当日捕まえろって いいいうにやった方がいいと思いますで、まあ話はちょっと戻るんですけど、えー、まあ予約が取れて、まあ行ったわけですよね。で、まあ、CT を取って、まあ結果をね、えー、伝えられるわけですが、まあ事前にですね、えー、まあどれくらいの治療になるかなっていうのは予想してて、まあがっつり穴泣いてるんで、まあ安くは済まない。えー、銀歯、まあ、銀、合金、えー、入れるんだろうなと。えー、まあ、1万円。 そういうま金額の予定ではいたんですね。でまあ一万円くらい持ってったんですかね。でまあ結果なんですが、虫歯が3本ありますと言われて、<laughs> マジかと、えー。まあ右の上の奥歯の虫歯とそれの手前の歯がですね、虫歯の影響が及んじゃって隣のね歯から影響を受けちゃって で反対側の左の奥歯のところも、まあ、同じように虫歯になっていると、まあ、そこは大きな穴にはなってない穴はあるんだけど虫歯になってるっていうことでもうそこでもう面食らっちゃって1本のつもりが3本になっているとでまあ先生がですね、まあ、続けざまに「これ今抜いちゃいましょう」って言うんですよ <laughs> えっと抜くと一応ねあのー まあ1万円ちょっとかなって、最悪2万円くらいかなって思ってたのが、3本になって、これが何万円になるんだっていうのが頭にちょっと浮かんだところからの抜いちゃいましょうなんで、しかもその、今、その、今この場で、いろんなことがね、頭を駆け回りましたよね、あの、相馬灯のようにね。9割金。うん。いや、9割9分9輪金ですよ。お金、どうなっちゃうんだろうと。当然、抜いたら、 ね、インプラントとかって、まあ、そういう話でしょうから、ね、一気に桁が2桁万円っていう話になっちゃってうわと金うわうわしかも今抜くってなってね大体、えー、いい歯医者さんってその無駄に手間かけるっていうイメージがそもそもあるじゃないですかあのクリーニングにしても1回で済むのになんか2回とか3回に分けたりするところありますよねなのに今日はいきなりみたいなね逆にあの ここ手間かけようよみたいな。段階へようよみたいな。そ,そんな感じですよ。で、まあ、1万円しか持ってきてないんで、先生ちゃん、あの、ここカードって使えないですよねって言ったら、まあそうですね、ということで、現金しかやってませんってことで、どうしようと思ってね。で、先生、これ歯抜いたら、どうするんですかと。どういうふうにしてって、いくらかかるんですかっていうことをね、まあ聞こうと思って、まあ、どうするんですかと先生、これ抜いてね。聞いたら、 いやそのままでですすって言うんですよ <laughs> そのままみたいな。いやあのね先生がどの段階でねその親知らずっていう話をしてくれたのかちょっとわからないですしそもそも、えー、親知らずって抜いた後どうするのかみたいな情報がねなかったんで、まあ、言われてもねわ、えー、かんないんですけど、えー、親知らずって抜いちゃったら抜いちゃったままでいいんですよ。で私はですね下に親知らずがあるっていうのは知ってたんですよ。 中野のね、歯医者で、まあ、親知らずがあるっていうことはね、聞いてたっていうか、その中野の歯医者、今思うとね、ヤブ医者とは言わないけど、全然見当違いなことを言ってましたね。あの、歯がね、右の奥歯が痛かったんですけど、今となってはそれが親知らずっていうのはわかるんですけど、あの、その時の、あのね、先生はね、食いしばりだって、食いしばりでこれが痛いって言ってました確かに私食いしばりあるんですけど、その食いしばり、 あるのはあるんだけど、それは痛みの理由じゃなかったですね。えー、で、その中のね、医者はね、はい、歯医者、うん、歯医者はね、削っちゃいましょうって。この出っ張ってるのがあるから、これを削れば食いしばりによる痛みはなくなるとかって言ったんだけど、全然ね、そいつね、あの、嘘でしたね。あの、まあ、いいんですけど <laughs>、ま、上にもね、親知らずがあるっていうことが分かって、で、抜いてそのままでいいっていう。まあ、ね、僕ね、 まあ、パニックになってたのもあって、いいのかなと。抜いちゃってね。大丈夫なのかな。で、まあ、抜くのにもどれくらいお金がかかるのかっていうのが、まあ、わかんなかったんですけど、まあ、ね。先生、まあ、歯医者さんがね、抜いちゃった方がいいって言うし、ここでなんか考えますっていうのも、男らしくないじゃないですか。だから、あ、じゃあ、抜いてくださいっていうことでね。まあ、その場で、抜いてもらって、 んで,すよね、でも手順としてはえっと表面麻酔をした後に麻酔を打ってそれをですね指でゴリゴリやるんですよで手順が分かんないもんだからこの歯をねこう手でね先生がこうグッグッってやってる時にあの噛んじゃってねあの食いしばりがあるって言ったんですけどあの私ねストレスですごい歯食いしもるんですよだから無意識のうちに噛んじゃって先生がねあの 噛まないでくださいって言ったかどうかちょっとどういう言い方か忘れちゃったけどねあの噛むのをやめてくださいって言われてねあすいませんって言ってねで、まあえー、まあ抜いたんですよねで、えー、抜けたところにスポンジとかを詰めてまあ丁寧にね、えー、今後の説明とかしてくれてでまあ会計なったんですけどね会計がね安いいいや あのー、まあ、この後ね、あの、この動画内で安い安いって言うんですけど、基本的にはちゃんとその点数っていうのが決まってて、どこでやってもどうなんだろうな診療報酬っていうのは大きくは変わんない気がするんですけどね。まあ、相場と比べてだいぶ安い。えー、今回その初診でですね、えー、CT も通って、抗生物質もらって、まあ、歯抜いて、トータル4170円。これ安いですよね。その時から薄々すね、 ここのお店なんか安いんじゃないかなっていうのは気づき始めてたんですけど、えー、4170円払ってで2本目の予約をして帰ったんですよね全然痛みなくてね、えー、上の歯でまあ、2本目を抜きに行って、えー、2本目を抜いてでまた今度は虫歯の治療ですね右上の奥歯の1個手前の虫歯の治療レジンですか、えー、や た多分映像出てると思うんですけど2本目のね金額ね1227円ですねこれ安くないですかで、えー、3本目のあ3本目というか、まあ、虫歯の治療ですよね、えー、とあとクリーニング、まあ、せっかくね歯医者来たんで一緒にクリーニングやってもらおうということで、えー、クリーニングしてもらいましたこれねあのー、行1行がですね1ヶ月なんでこれ全部まとまった金額になっちゃってるんですけど 虫歯治療1本と非常に軽度のクリーニング合わせて2913円これ安いですよね格安店ですよねこの店ねえー、<laughs> それを確信させる話がこの後も続くんですけど初心の時も先生言ってたと思うんですけどあの下にもね、えー、私親知らずがあってでまあ CT の映像見てもらってわかると思うんですけど、まあ、真横 まあ横、まあ横向いてるんですよね。で、まあ下の親知らずも抜いた方がいいですよっていう話は何度かしてもらってたんですよね。まあ、ただ、それってまあ営業トークかなっていうふうに思ってて、まあ中野の歯医者の時もまあ親知らずあるんで、まあ抜いた方がいいですよとは言ってたんですよね。まあただその歯医者さんに限らず、こういう営業トークっていうのはまあ何の業種でもあるじゃないですか。あの、た家とかでもそうですけど、 あのアンテナをね撤去した方がいいですよとか、まあ、なんかここね補修した方がいいですよとか来るじゃないですか何にしてもまあこういう営業トークはあるわけで、まあ、歯医者さんの営業トークかなと思ってたんですよね、まあ、ただ、えー、まあ、この一連のね、えー、歯の治療をしてもらってる間もですね、まあ、非常にその先生丁寧で優しい先生なんですよあの メールもね一度ね送ったんですよねつまんないことで、まあ、送っちゃったんですけど非常に丁寧なメールが返ってくるし患者の私にも人当たりが非常にいいでニコニコね笑顔でねで看護助えっとね歯科助手さん歯科助手さんにも <laughs> すごい丁寧なんですよミーティングとかもねあの朝市とか行った時に、まあ、聞こえてきたりしたんですけど、まあ、非常にね丁寧なミーティングしててあの <laughs> 間違いなくいい先生。しかも激安なの、この店ね。店っていうか歯医者さん。なんですよ。だからもう、もうこれぜひ、絶対信用できるでしょと、この人。間違いなく、あの、お金どうこうとかじゃなくって、本心で言ってるだろうと。やった方がいいってね、もう確信を持って。今だったらもうね、もうその先生、今ね、あの、まあ、クリーニングの予定とか入れてあるんですけど、その時に、ああ、これ、歯、 全然大丈夫ですけど、全部抜いちゃいましょう。全部入れ場にしちゃいましょうって言われたとしてもですね、もうすぐね、はいってね、もう即答できますね。もうそれくらい信用してる。まあ、ちょっとね、まあ、盛りましたね。<laughs> 5秒くらいちょっと考えるかな。5秒考えて、やっぱこいつおかしいだろって思うかもしれません、ね。それで、あの、先生もですね、まあ、経験談をね、えー、話してくださって、先生も実は、親知らずを下ですね、抜いてて40代でやったって言ってましたね。 で年取るとですね傷の治りが悪いみたいで結構大変だっていう話をされてました、えー、ネットで調べても体験談見るとまあ年取ってね親知らず抜くことになって、まあ、治療が長引いたりとかっていう風な経験談もありましたしこの親知らずってそのどんなにケアしててもなっちゃうものはなっちゃう要は悪化抜かないといけないふうになっちゃうんですよねあのレンントゲン えー、CT の写真、見えてますかね。歯の下側に隙間ができてると思うんですよね。これがですね、まあ、下がってきて隙間ができていると思うんですけど、そこに悪いものが入ってって、それが炎症になって、痛いだけで済む、まあ今までの私ですよね。それであればもう、それでおしまいなんですけど、もう耐えられないレベルになったら、まあ、抜かないといけなくなる。ですから、この先生がね、 抜いた方がいいって言うんだから抜いた方がいいなと思って右と左の下の奥歯抜いてもらうことにしましたでまず右下やってもらうことにしたんですよ右下の方はですねもう自分で認識してました、えー、歯がですね横向いてる歯がちょっと出てるんですよねうん。 もう、ベロで触って認識できるレベル。左はね、認識できないんですよ。埋まってる。で、右の下から、えー、やってもらいました。で、手順としては、表面麻酔やった後に麻酔を打つんですけど、 奥にね刺さないといけないんですよ麻酔なので麻酔をですね2回に分けて、えー、打ってくれますこれどこの歯医者さんでも一緒なんですかねちょっとわかんないんですけど一応その歯医者さんはねあの痛くない、えー、歯科治療っていうことを歌ってるんですけどね実際痛くないです全く痛くないってわけじゃないですよ、うん、あの麻酔しても表面麻酔とかしてもチクッとはするんですけどでもほとんどなかった痛みなかったかなうん でも、とですねえー、下顎が結構広い範囲で、えー、感覚なくなっちゃうんですよね。えー、当然、えー、術中の痛みもなし。うん、あのー、術中に痛いっていう人も結構な割合でいるみたいなんですけどね、そこはね、あのー、麻酔がうまいんですかね。痛くなかったですね、術中は、全く。まあ、先生がね、真面目だからっていうのもあるかもしれない。もう、うん 真面目にやってくれるから、もう痛くないように多分、しようと思ってやってくれてるからなのかもしれないですけど、まあ痛くないわけですよ。で、右下終わって、今度左下ですね。埋まってる方。えー、こっちはですね、まあ手順は一緒ですよ。あ、手順言ってなかったですね。あの、えっ、ー、と、右下。えー、まあ、肉を切って、歯を砕いて引っ張り出してくるっていうやり方なんですけど、えー、4本目というか左下、最後の、え親、ー、知らず。 もうやり方は一緒なんですけど、まあ、ちょっと埋まってて、えー、でね、えー、その左下の親知らずの手前の歯と中がねくっついてたとか言ってたかなちょっとねあの手間だったみたいですねで手術する前に一瞬すっごい臭かったのというのは、えー、とそこほとんどうまく洗えなくって、えー、隙間に汚れがたまって たたみたいでずっと先生がそこをエアーかなんかがねブシュブシュってやってもその匂いがもうねむちゃくちゃ臭かっただから先生後でね教えてくれたんですけどあの溜まってましたよねなんか匂いしましたよねってでまあ良かったですよねあのそういうやっぱし親知らずの治療でねえそういう汚いのもなくなるし磨きやすくもなるんでねでえまあ4本目の親知らずも無事砕いて出してくれましたま痛みもないっていうのもすごいんですけど値段がねすごい 値段がすごいのよえー、っとねあの領収書出てると思うんですけど1970円、うん、バッシュはその後して170円かなバッシュは1970円ですよこれえー、っとね抗成物質込みで、えー、ポイントとしては鎮痛剤が出てませんああのー、まあ、私がね鎮痛剤持って ったたんで、で後、右下が終わった時にです、ね、まあ間違いなく鎮痛剤処方されるだろうなっていうのが分かってたんで先生あの処方で鎮痛剤あるようでしたらいりませんということを伝えました3本目も4本目も伝えて出なかったっていうのもあるんですけどそれでもむちゃくちゃ安くないですか今になって思うとなんか申し訳ないですよね安すぎてなんかその薬出してもらえばよかったかななんてね思うくらい安いですよね ちなみにね、えーと、親知らずはですね、まあ、上はね、術中も術後も全然痛くない。で下はね、さすがにその歯肉を切ってますし、まあ、結構ね、えー、歯を削ったりもた歯っていうか骨を削ったりもしたとか言ってたかな。なので、えーまあ、術中はね、全然痛くないんですけど、えー、術後ですね、まあ、ちょっとね、えー、痛いっていう瞬間はありますね。まあ、でも、ほとんど苦しさは。 かなえっ、ー、とね、3日間、最初の3日間くらい、鈍痛みたいなのがありますね。あの肉が切れてるような、ヒリヒリ、チリチリしたような痛みっていうんじゃなくって、なんか、頭痛みたいな、ズーンっていうような痛み。うん、あんま辛くないですよね。だから、どんなもんかなと思って、その鎮痛剤飲まなかったんですよ。レクソニンもボルタリンもね、どんなもんかと思って。で、まあ、耐えられる、えー、痛みですね。うん。他のことしてたら、まず気にならないような痛み。 意識してると痛いみたいな。で、試しにロクソ升人を飲んでみたんですけど、もうスッてなくなる。そんなレベルの痛みですね。まあ、ただね、あの、食事するときは痛い。1週間くらい痛いのかな、うん。でね、あの、おやししらすの術後の痛みって多分、肉が切れてるからっていう痛みじゃなくって、基本的にはその糸、糸張ってるじゃないですか。だからそれが動いたときに、糸がこう、治ってない傷を引っ張るから痛い。 だと思うんですよねそういうふうに考えてからはですね、もう全然痛みが気にならなくなりません、ね。だから、伐死した後、まあもう、1週間後なんですけど、私の場合、まあ2週間とかもあるらしいんですけどね、ちょっとね、不安だったんですよ、1週間っていうのは。まあ、年も年なんで、1週間で傷がどれだけ治ってるのかちょっとね、不安だったんですけど、えー、まあ、1週間。で、伐死してからはもうほとんど痛みがなかったから。で、親知らずで、めちゃくちゃ痛くなるパターンっていうのがあって、多分ね、えー、先生もそれだった。 たのかなそれはちょっとわかんないけど、えー、ドライソケットっていうのがあるんですよねあの歯を抜いたところに血がたまって先生はかさぶたっていう表現をしてましたけどね、えー、まあ、血がたまってかさぶたみたいな状態になるらしいんですよそれが正常なんですけどそれがですね、まあ、できない できなかったりするんで、なんかね、えっとね、血を出すようにしたりするらしいんですけど、でもそこにね、血が出なかったりとか、かさぶたがうまくできないと、めちゃくちゃ痛いらしい、うん。だから、えっと、気をつけましたね。うん、刺激を与えないように。だから歯とかね、最初のね、2日間くらい磨かなかったりとか、歯磨きとかも,もう絶対ね、そこ刺激しないようにとかして、まあ注意してましたね。まあ結果ドライソケットとかなくって、もうね、うほとんど、 大丈夫だったんですけど、ね、ただね、えっとね、右下も左下も、まあお、まあ、似たような手術したんですけどね、左下だけね、傷口の治りが悪くってね、結局ね、3週間くらい痛かったんですよね。なんかよくわかんない痛みでてね、あの、ベロ、下にね、張り付くんですよ。何もしてないと。ベロ動かさないと。ね。動かさないとっていうか、うん。で、ベロを動かしたタイミングで、なんかそこから、傷口からベロが剥がれて、それが痛いみたいな。 で、ベロをまた動かさないでいると、傷口とくっついて、ベロ離すと、ベリってして痛いみたいに。よくわかんない傷口でね、それが結局3週間くらいかかったかな。うん。まあ、地味な痛みですよね。まあ、いろいろあったんですけどね。まあ、今じゃね、非常に。 快適ですすよあの磨きやすいね <laughs> みんなこれだったのっていうね今までこう親知らずね上とか磨きづらかったしその歯間ブラシとかも届きづらいし、まあ、手間だったんですけどねいえみんなこれだったのよくねっていうね状況ですちなみにかかった金額、えー、結局歯を4本抜きました親知らず全部4本抜いてクリーニングもしましたし虫歯も小さいやつね治療したんですよ それが全部合わせて12,588円3割負担で安くないですか激安店で,ですよねしかも先生はめちゃくちゃいいね受付のお,お,おね受付お姉さんうん受付の人もすごいあのいい感じの人まだねあの慣れてない感じだったんだけどすごいいい感じ 清潔感もある。あの、うん、めちゃくちゃいいですよ。でもや安すぎて、なんかね、あと1、2本抜いてもらおうかなくらいのね、そんな気持ちになっちゃうような値段ですよね。まあ、こういうのはその、決まってるんでしょうけどね、点数っていうのが。だから、あんま差が出ないとは思うんですけどね。まあ、とにかく、安い。超有料点。というわけでね、今じゃね、非常に快適にね、歯磨きとさせてもらってます。 っていう話なんですけどこういうね、えー、有料点があるとですね、まあ、安心して虫歯になれますよね。というわけでこの話がね、えー、参考になりましたらグッドボタン押してもらえると嬉しいです。さよなら